はい、皆さんこんにちは、ひろくんです。今回はですね、知り合いのラピットハウスっていうステーキハウスになるんですかねにちょっと遊びに来ています。ステーキ食堂ラピットハウスですね。今から中に入ってみようかなと思います。それじゃあ行ってみましょう。はい、こんな感じでね、ハラミステーキ980円、サーロインステーキ580円、ポークステーキ880円、チキンステーキ780円。店の感じはね、あの国道2号線沿いにある感じで、まあこういった佇まいになっております。パチンコ屋のあのワールドカップ、まあこれが目印になります。それじゃあ中入ってみましょうか。こんな感じでね。あ、ちなみになんかお弁当もあるみたいなんで、ぜひぜひ買っていってください。それでは中入りましょう。ちなみに店内こんな感じで、ラピットハウスの挑戦状、ステーキ 1.2kg、7380円。行ってみましょうかね。はい、これが 1.2kg サーロイン。それじゃあよろしくお願いします。はい、とりあえずこれが 1200g、 これを7分以内にどうにか食べきりたいと思います。マイル、いただきます。ヒロ君が食べきるのが先か、顎が限界を迎えるのが先か。あれ、うっぷってなるんだ。5分を超えたところで、ゆうくんの黄色い声援がひろくんを励ましております。ひろくん頑張ってー。いる？ただいまですね、5分30秒の時点で残り、そうですね、だいたい3枚残り1個ですね。そうですね。ね、残り1分弱で、ヒロ君が残り3枚をペロリといけば、こちらですね、ラビットハウスさん全額無料ということになります。無理。ちなみにあのヒロ、お味の方は、これ、まあちょっと肉は、まあなんていうんですかね、まあもうちょっとあの細かく切れば食べやすいんですけど、あの切ってる時間がないということで、あのこのまんまの大きさで食べると非常に食べづらいです。でもあのこのガーリックソースかけて食べると。美味しい、美味しいな、美味しい。
ただ何が問題かっていうのはやっぱり量的なものってさらに7分以内、はい、無理です。ヒロ君の食レポ中なんですけど時間も7分を過ぎてしまいました。過ぎますもう過ぎてもいいかなと思うて、はい、喋ってます。続きましてこちら11分以内に完食しますと半額ということになっていますね。そうですね、まあ、11分以内、まあ多分無理でしょうね。それもまあ僕が思ったのはとりあえず食べきろうかな、食べきろうかな。 あと一つ言えるのはこれもう肉だけなんですよ。まあ僕結構お米好きなんで米が欲しいです。とりあえずこれで、三沢市のちょっとポッてなっちゃう三沢市のこれが 1.2kg、はい、これもまあチャレンジ。こっちでいこうか。こちらですね、ソースがガーリックソース、オニオンソース。あざす、あざす。まあお好きな方で皆さん召し上がってみてください。こちらもございます、はい、いただきます。シンジ君じゃん飲むんだちょっと、ね、飲むには大きいサイズで OK です。ここで俺らが言っていたハムスターのさ、間に合わないです ね、 ね、はい、まあ、優しく18分以内を目指して、はい、ヒロ君の場合はヒロ様あと5分だよ、3分だよ笑けるだろ朝のってすげえ、朝の子10分やから。あ、ちなみに僕の残りがあとこれだけです。はい、僕はですけど、あとこれだけ残してもう無理なんでギュッします。一応なんとなくみんなに手伝ってもらって完食で、完食で、はい、はい、もう多分豆腐肉を食べることは僕はないでしょう。まあ、米がね 1.2 キロだったらね僕も余裕だったんですけど、ちょっと肉 1.2 キロは無理です。はい、ということで、あと三沢さん、三沢さんはどうなんでしょうかね。もう完全に困ってますね。これ明日のジョーみたいですね。もう燃え尽きてる、燃え尽きて、もう真っ白な、真っ白ですね。口さえもう動いてないですし、指も動いてないですね。三沢さん、はい、三沢さん、三沢さん、俺はもう無理だはい、はい、ということで、まあ、今からね、食後運動っていうことで、アスレチックが外にあるらしいんでちょっと遊びに行ってみようかなと思いますそれじゃあ、まあ、僕らがね、アスレチックやってる間に多分、まあ、三沢くんも終わっとると思うんでですね、はい、はい、じゃあ僕らはちょっとアスレチックの方に行きましょう。いや、はい、それでは行ってみましょう。三沢さんは、はい、
お持ち帰りで。はい、すいません。企画通り食べきれんかったんで、これお持ち帰りで。はい。容器の方も、そうですね、こんな感じにご飯と一緒に食べていきますので、はい、皆さん気軽にチャレンジしてください。はい、とりあえず、まあ、これがラビットハウスからの挑戦状。はい。ということで、まあ、食ってみやがれっていうね、あれみたいなんで、まあ、僕らは、負けましたと。世界記録はね、なんか2キロで2分44秒らしいんですよ。まあ、これ、出せる方は 1.2 キロ、余裕だと思います。そしたら、無料なんでね、しっかりと、チャレンジしてみてやってください。それでは僕の方はこれでアスレチックへ旅立ってきます。ということで、まあ、こちらをね、壊せるっていうアスレチックなんで、まあ、こいつで行ってみたいと思います。まあ、GTO を思い浮かべてもらえたら大丈夫です。よっしゃ、行くぜ。壊せるっていう。あら、まあ、なんと綺麗に。まあ、壊し方で言うたら、まあ、こういう感じになっても多分まあ、これはあんまり綺麗じゃないんですけど、これぐらいの感覚で行ってもらえれば、お店の人にも喜んでもらえると思うんで、これでやってください。まあ、僕もね、ちょっと今の一瞬でちょっと豆がありゃできちゃったんですけど、まあ、こんな感じでしっかりと頑張っていきましょう。はい、まあ、今回の動画はこれで終わりたいと思います。ラビットハウス、こういった感じでね、2号線沿いで、立地条件はかなりいいと思いますんで、また住所の方は概要欄にリンク貼っておきます。はい、まあ多分下の方にね、あると思うんで。それじゃあ、まあ今回はこの辺で、まあ 1.2 キロ完食してみてやってください。それじゃあ、バイバイ。